静岡市をホームタウンとする男子プロ卓球チーム静岡ジェイドが初めて挑むシーズンの開幕を前に、南波隆市長を表敬訪問しました。南波市長を訪ねたのはチームを運営する静岡奥地図悠々の川村瑞樹代表と静岡ジェイドの森園正隆監督兼選手です。

卓球の T リーグは今月29日に開幕し、男子は全国の6チームで優勝を争います。静岡ジェイドの初陣は来月5日、ホームの静岡市中央体育館で世界ランキング最高2位の張本智和選手が所属する琉球アスティーダと対戦します。